第3レース1着になりました高田真琴選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は文明ちゃんの名前も気になったんですけど、今日のレースそうですね、もう9番手だったんで外は届かないなと思って内側写真がもう内に出ました。この開催に関心がありますか？そうですね、ポーチは体調良かったんでいい感じで走れてますね。今年は何がありますか？いや、これで終わりです。1年の締め切り1着わかる。そうですね、久々の1着なんで嬉しいです。最後お客様に一言お願いします。今日はおやありがとうございました。もっともっと1着取れるように頑張りたいと思います。おやよろしくお願いします。頑張って。それでは高田選手